1分でわかる。小泉花よ。音の木坂学院に通う、高校1年生。身長156センチ、1月17日生まれ、血液型 B 型、イメージカラーは緑、声優は久保ゆりかさん。極度の上がり症でおとなしい子。凛の親友で幼稚園からの長い付き合い。スクールアイドルに対する情熱と知識は誰にも負けない。タイツ枠。特徴的なノートロボイスは、無形重要文化財。アニメ初期はメガネをかけていた。食べることが大好きで、中でも白米への愛情は人一倍。燃費が悪く、早弁用と、本弁当を2つ持参している。そのため、体型を気にしているが、むしろ男の子の好きなそれである。アニメでは、物語の起点になることも多く、意外と役割が大きい。ソロ、ユニットでは、秘伝の歌を担当することが多い。その控えめな性格から、センター選挙での順位は振るわないが、アクアの稲見アンジュはじめ、多くの人々に愛されている。その魅力は、控えめながらも、自分の好きに一直線なところでしょう。そんなかよちんのコーレスでお別れしたいと思います。誰か助けてー。ちょっと待っててー。